こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も先生方にですね、簡単にできる手技のテクニックをお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日もですね、いつもながら質問いただいております。質問読み上げますね。関野先生、いつもゴッドハンド通信で分かりやすく効果の上がる手技の情報ありがとうございます。で、この先生からですね、患者さんをどうしたらいいのかっていうような質問をいただいてるんですよね。次の患者さんの場合、効果的な施術を教えてほしいのですが、というような質問です。まあ、ちょっと患者さんのですね、今の状態っていうのをちょっとこの質問事項に書いてありますので、ちょっと読み上げます。まあ、患者さんは80歳男性だそうです。で、症状としてですね、10年ほど前から歩行時にですね、両方の膝が上がりにくく、足首も曲がらないので歩行が辛く、杖が必要な状態だそうです。で、そこで膝が上がりやすく、足首の可動域も広がる。まあ、足首のところでこう背屈ですね、背屈のところがしやすくしたいと。そのためにはどのような調整、どこを調整すれば効果的でしょうか、という質問をいただいております。で、こちらの患者さんですね、昨年の10月ですね、頚椎の手術をしたが歩行時には特に変化はないそうですと。で、脳梗塞などの病気とかもないと。まあ、ただ30代に落下事故で両かかとを骨折したという情報がこちらに書いてありますと。で、まとめていくとですね、まあ、80歳男性の方で、歩行時のですね、膝が上がり、まあ、ももが上がらないということだと思うんですよね。ももが上がりにくく、足首が背屈できない状態なので、まあ、杖が必要な状態だと。まあ、そこで歩行しやすくするために何かアドバイスが欲しいということだと思いますので、そちらにちょっとお答えしていきたいと思います。で、まあ、いろいろですね、まあ、この文面からで、全部どうなるのって言ったらちょっと難しいので、まあ、ちょっと仮説ですね、仮説をちょっと作らせてもらいます。で、まずですね、10年ほど前からですね、膝が上がりにくく、足首が曲がらないということになってますので、もうおそらくですね、もう足首のところですね、背屈固まっちゃってると思います。もう上がりにくい状態が10年間続いてるわけなのでね。なので、そこに関して言うのであれば、まあ、足首の虚骨だとか、そういったところをちょっと矯正していただきたいっていうのはまずあります。多分これ僕過去に流した動画であると思いますので、ちょっとそこ足首のところ、足首編ですね、ちょっと見ていただければと思います。で、まあ、それを踏まえた上でですね、まあ、可動域をちょっと広げるような動きをした上で、まず歩行時に足が上がりにくいとか、足首が背屈しにくいということなので、まずそこの神経的な伝達ですね、しっかりと足が上がれとか、足首が曲がれっていうような伝達がちゃんと行き届いてるのかどうかっていうところが疑問になります。なので、今日届けていくのは、お届けする手技なんですけれども、まあ、神経伝達ですね、そこを良くしていく手技を取っていきたいと思いますので、そちらをちょっと紹介していきますね。じゃあ、うちのスタッフをモデルにしてやっていきます。まあ、この手技使う前提としてですね、まあ、可動域自体ですね、まあ、自動じゃなくて多動でしっかりと動くことをちょっと前提としてまずやっていきたいと思います。で、多動で動くけど自動で動かない人ですね、まあ、中にやっぱ患者さんいると思うんですよね、そういう方。ちょっと、カメラアングルちょっと近づけましょうか。大丈夫ですかね。よし。そうですね、まあ、簡単に、まあ、まとめてしまうと、まあ、PNF っていうやつですね。 PNF をちょっと使っていきます。で、まずですね、評価としてはですね、まあ、足首の動きをちょっと見ていきます。まあ、自動でちょっとこう背屈してもらっていい？こっちと、あとは多動で見ていきますという形で。で、これが術後どうなっていくか。あとはですね、膝が上がりにくいということなので、もうこのままもも上げですね、こういう形で。で、自分でちょっとやってもらっていい？もも上げ。そう。まあ、この感覚ちょっと覚えておいてもらっていい？破れてるよ、これ。で、ちょっとやっていきます。まずその感覚ですね。なんで患者さん、歩行時が辛いのであれば、歩行時、多分立った状態で足踏みとかしてもらった状態の感覚でいいと思いますので、まあ、そのようにちょっと評価をですね、ビフォーアフターという形で患者さんと共有してもらえればいいと思います。なんでちょっとやり方を、今その一連の流れをちょっと見せていくんですけれども、まずですね、2つやんなきゃいけないんですよね。足首と膝を上げるやつなんで2つやんなきゃいけないので、まずちょっと1個1個説明しましょうか。背屈がしにくいということなので、ここ
ていうのが分かりやすいのかな。足首をこう押さえてもらって、なんで術者は低屈かけます。でこれを邪魔するんで背屈上に上げてもらっていいですか、はい、ぐーっと左側、そうそうそう、こういう形でやっていきますね。で、まあこれもう一回やってもらっていい、はい、術者が100の力でやっていくと患者さん結構辛いので、必ず患者さんが勝てるような力加減ですね、力加減で抵抗を加えてあげてください。でこの時のポイントとしてはですね、必ずですね、患者さんに声をかけてあげてください。僕こう、木間先生の足をこう下に下げるので、木間先生頑張ってこう上に上げてもらっていいですかって、必ずまず邪魔が最初にやります。術者の力が最初にやります。これポイントです。いいですよ、くーっと、そう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 、こんな感じです。いいですか、術者が力を入れる前に患者さんが力を入れた状態でそこから抵抗しても正直効果は薄いです、この PNF っていうのは。なので必ず術者が抵抗を加えた状態で頑張って勝ってくださいねみたいな感じで声をかけるようにしてください。これちょっとポイントです。でこの動きをしながらですね、今度膝を曲げてもらって、でそのまま膝を上に上げていきましょう。もも上げですね、グーッという形です。でここからさらにまた戻ってきてくださいつってグーという形で戻す。でこの時も抵抗していくような感じですね。で必ずですね、足がこう最後こう低屈状態で終わるような形ですか。最初低屈状態がこう背屈していって、こう曲げてきて、でまた戻して、で低屈という形ですですか。低屈状態が背屈になって、膝屈曲いい、で今度膝が伸展かかってきた状態で今度低屈って、この流れです。で両方で邪魔するようにしてください。なのでこれ結構要練習だと思います。じゃあちょっと一連の流れでやっていきますよ。いきます。じゃあ僕邪魔するんで、木村先生こう上の方に上げてきて、でまた膝をこういう風に上にやってきて、で持ち上がってきたら今度また蹴るような動作、はい、でまたつま先を最後まで下までこういう風にやるようにしてください、はい、ちょっとやっていきましょう。いきます、せーの、ぐーっと曲げてきて、で膝を屈曲してきて、で今度蹴ってきて、グー蹴る、そう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 、この時術者抵抗ね。でこの時下に抵抗 OK、 下もう一回繰り返しましょう。グーッと邪魔して、で膝を曲げて、そう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 、はい、下また今度グーッと蹴ってくる、そう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 、 OK です。でこの流れです。この流れをですね、まあ10回ぐらい繰り返してねということです。ちょっと時間の都合ですね、割愛させていただくんですけれども、10回ぐらいやって、最後ですね、この低屈で伸びきったところで10秒間ストレッチです。ぐーで、こういう形で OK です。まあこれをやることによってですね、神経伝達ですね、ここがうまくいくようになりますので、まあ可動域が正常にあるのに足が上がらないとか、なんか引っかかっちゃう、つま先が引っかかっちゃうっていうのは神経伝達がうまくいってない証拠ではありますので、なんでこれでしっかりとですね、足が上がるとか足首が回るようになるっていうふうにはなりますので、まあ要練習ではあるんですけども、ちょっと試してみてください。もし難しければですね、片っぽずつでいいと思います。足首だけやって、今度膝曲げて、で蹴ってきて、そう、でも一旦もう、で今度こっち、そう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 、こういうふうに膝だけとか、もも上げですね、もも上げだけやって、あと足首だけやるとかっていうふうにやってもらっても全然大丈夫だとは思いますので、まあぜひですね、この2種類ですね、試してみてください。よいしょ、どうでしたか。今日はですね、まあ、簡単にできるとお伝えしてるんですけれども、多分要練習な主義だとは思いますので、まあこの PNF とかを覚えるだけででもね、患者さんの健康状態というのはどんどん変わってきますので、ぜひ試していただければと思います。はい、そしたら今日の動画は以上になりますので、またですね、質問やリクエストですね、どんどんお待ちしておりますので遠慮なくください。はい、じゃあ最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。